またかわいい。勝地さんめっちゃ緊張しました。え、勝地さん、勝地涼さんのもそう、なんで緊張してる。緊張したの。それは女の子がいっぱいいるからとか言って勝地さんが言ってたのでも僕今日も両手に花ですけど、両手に花あの両側に女の子は女の子に囲まれてますけど、どんな気持ちですか。どうですか。どんな気持ち女の人に囲まれてるか。女の人囲まれてるけど何ですか。そしてずっとね隣で共演してる時もこの美しさを振りまいてました。みゆちゃん今日はどうでした。ステージで輝いてるみゆちゃんって。今日もいつもと変わらずですね。そんな言葉をもうね今から言えるなら完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます。先輩ありがとうございます。ありがとうございます。もう大人顔向けの顔負けのあのなんだろう、セクシーさみたいなのが出てましたけど、どこで勉強してるんですか。あ、でもみーは朝危ないデカの浅野敦子さん風って監督なんです。はい。でもう一つはいつも言ってるんですけど、監督さんがドラマの時、俺はド M だ、お前はド S だって言われて言ってた。そう言ってたんですよ。あれだよね。意味も分からなかった。本当に分からなかったんですけど、今はちょっとなんとなく分かる。なんかこう人をなんていうのかな、バカにバカにしたような感じみたいな。じゃあド M は。ド M はね、ナベさんを見て習います。ナベさんド M だから。ド M？ ド S でしょ。そう、ブルド S。 ブルを、ブルド S？ ブル白だ。ブルド S、 ブルド S、 ナベさんのマド S、 マド S。 そんな感じですごい楽しい。 M ではない絶対。モルバンワック君みたいな男性は。いやもうダンディーで頼りたいですけど、でもこんなやっぱね、実際年齢を知るとあのこういう子がいたらいいなと思っちゃいますね。お予定はあります。予定はまだないですけど、あのきっとあると思います目標に。はい、じゃあ以上で終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。